しねしね光線をハゲ頭から発射することができるジムリーダー桂の出すクイズに全問不正解してしまった三綱はゴリ押しでなんとかジムバッジを手に入れた。動画の尺も余ってしまったので伝説の鳥ポケモンサンダーフリーザーを捕まえに無人発電所と双子島へと向かった。ポケモンバトルに苦戦し肩もぶっ壊しながらなんとかゴリ押しでサンダーフリーザーを捕まえた三綱は最後のジムの門を叩くのであった。兄への道。第14回目ポケットモンスターレッツゴー EV 実況お願いします。ゲーム実況者のミツでございます。さて前回はですねグレンジムのカツラをぶっ飛ばしてさらに伝説ポケモンのファイヤー以外の2匹危うくにはファイヤーを捕まえましたって言いそうになりましたがサンダーとフリーザーですね双子島と無人発電所にそれぞれゲットすることができました。でですね肩をぶっ壊しましたもう投げまくってめちゃめちゃ疲れたんですがそれ以外にもですね新しい仲間がたくさん増えましたのでご紹介したいと思います。どっからだ。オムスターを進化してこの辺からかブーバー捕まえてこの辺か。よしじゃあ様子を見ていきましょう。いつも通りね。まずはですねこいつですね丸マインですね。無人発電所でビリリ玉を捕まえてビビリ玉と名前を付けました。もうねシリーズいくつだったか忘れちゃいましたがビビリ玉っていう名前にしてたら本当にサンムーンでビビリ玉っていうアイテムが出てきたんで個人的にはびっくりしてました。丸マインですね。次ジュゴンですね、野生で捕まえたパウワウを進化させました。次ヤドランですね。ヤドンを捕まえて同じく進化させました。次、ですね、ロコンを進化させることをすっかり忘れておりまして、キューコンに炎の石を使って進化させました。こんな感じです。ただしですね、ケオンは、3の時かな、スタメンに入れて使っておりましたので、今回は外させていただきました。まあ、ギャロップもいるしね。そして、シェルダーですね、進化させてパルシェンにさせました。水の石ですね。そして、ニョロボンですね。ニョロゾを、水の石を使って進化させました。今回さ、水の石とかさ、雷の石が値段高いんだよね。なんか5000円ぐらいしたんですけど、ゲームボーイの時って2500円じゃなかったかな。なんかそんな気がしてたんですが、まあいいや。そして、ケイシーを野生で捕まえました。なかなかね、ケイシーがね、出てこなかったので、どこにいるのかなと思って探してたんですけど、うん、やっと見つけることができまして、レベル16まで上げて、進化させました。あ、レベル16じゃねえか。レベル26で捕まえたのか。26でケイシーを捕まえて、レベル1で上げて、ユンギラに進化させました。そして、シードラですね。赤を実況したときに、タッツーを捕まえて、レベル上げて、スタメンに入れて、トシコという名前を付けておりました。はい、こんな感じですね。そして、トサキントも捕まえて、レベル上げして、アズマオに進化させました。エレブーですね。無人発電所でね、出てきました。意外とね、あっさり出てきてくれたんで、びっくりはしましたが、うん、いいでしょう。そしてですね、こいつはまだレベル上げ中なんですが、ミニリュウを痩せで捕まえて、今、レベル38まで上げて、白竜に進化しております。ちょっとね、レベル上げに時間かかりそうだったんで、一旦中断して、で、チャンピオンロードでレベル上げしてから、四天王に挑みたいと思っております。そしてメタモンですね。ポケモンの、グレンジムのね、屋敷に出てきました。はい。グレンジムの屋敷?グレンタウンの、ポケモン屋敷に出てきました。ごめんなさい。言ってることがめちゃめちゃなんですが、名前は源泉くんです。で、相棒に戻ってくるということで、先ほどちらっとお見せしたんですが、スタメンがですね、こんな感じになりまして、今のところですね、電気タイプがいなくて、四天王のカンナに挑めないなと思ったので、2位をスタメンに入れてみました。果たして最後まで本当に使うかどうかは分かりませんが、とりあえずね、はい、入れてみました。で、こいつもですね、ちょっとレベル上げが足りていないんですが、またね、チャンピオンロードでレベル上げしておきたいと思います。で、一応ですね、スタメンはレベル60を平均として上げておりました。こんな感じです。うん。で、四天王戦の時にはね、この2位もレベル合わせておきたいと思います。さて、今回はですね、最後のジム戦に挑みたいと思います。ですのでこちらトキワシティに来ております。というわけで行きたいんですがこっちか。うん、違う、1個上だ。こっちだ。久々ですねトキワシティ。お、
なんでいるんだ？何やってんの？なんで閉まってんだろう。あ、閉まってんの？開けごま。違うか。君は認められてないんじゃないの？あ、なんだよ、ミツナ。話しかけてくれよ。俺、恥ずかしいじゃん。いや、隣にハゲたおっさんいるけど。そんなことよりさ、ジムバッジいくつになった？7個？一緒だな、マジか。あとはやっぱり、トキワジムだけだよな。なぜか閉まってるけど。ジムに入れないって、誰かに相談してみないか？なんだ？誰がいい？大木博士、相棒、そこのおじさん。相棒かな？お、何？壁をぶち破れって？いや、全然わからないな。なんだよ。じゃあ、おじいさん？いや、わしゃわからんが。そっか。もういないよ、じゃあ。わかって、大木と行きゃいいんだろ？はい、行ってみましょう。こんなイベントがあるんだ。あ、ポケモンがいなくなってる。久々だな、大木戸。元気してた？おお、ミツナにハリア。二人ともなんとなくたくましくなったようじゃな。ちょうどよい。二人に紹介しよう。なんだ？こいつはわしの孫、知ってるよ。おい、マジで？じいさん、そういう冗談をいいって。それに俺たち、もう知り合いだからな。なんじゃつまらん。やれやれ。ま、それはそうと。ミツナ、ハリア、すげえじゃねえか。え？いや、こいつはすごくねえよ。ロケットなんだよ。まさかあの時、シルカンパニーにボスがいたなんてな。それは二人でやっつけたんだろ？いや、ボスの榊はミツナが一人で、そうそう。俺はちょっと手伝っただけで。いいじゃねえか。ハリアだって頑張ったのかな。ま、いいや。よしよし。じゃあ、二人にご褒美な。なんだ、金か？キーストーン。ほう。これメガ進化ってこと？おー、キーストーンではないか。進化を超える進化。いや、メガ進化できるやついなくね？うちのパーティーに。メガ進化？何それ？キーストーンとメガストーン。二つの石があれば、勝負の時に一度だけ、ポケモンがメガ進化できる。トレーナーのためにパワーアップしてくれるのじゃ。いわばポケモンとトレーナーの固い絆の証じゃ。ここで一句。石二つ、心一つでメガ進化。二人なら使いこなせるはずだぜ。聞いてやれよ。めっちゃしょぼんとしてるよ、顔が。いいと思うよ。メガストーンはこれだ。なんだ？不思議バナイト、リザードナイト、リザードナイト。あ、リザードは両方くれるんだね。カメックスナイト。いや、全部いるけど。ポケモンリーグ行くだろ？使ってみろよ。いや、残念ながらそいつらスタメンじゃないんで。トキワのジムリーダーがずっと留守？変だな。俺も後で見に行くか。二人とも、ポケモンリーグまであと一人、どうした、大木戸。喋れなくなった。さて、じゃあ、戻りますか。どうした？なんだ、お母さんに会いに行く？なんだなんだ。お、そこのお姉さんは渡さんぞ。何？あら、イーブイちゃん。何してるかって？お花を摘んでんの。なんだなんだ？花束にして大事な人、私にくれるのかい？私？ミツナちゃん、今の、私じゃないんかい。あ、そういえば、トキワシテのチームリーダーが戻ってきたんだって。なんで知ってんの、そんなこと。なになになに？で、相棒どうした？花が好きなんだな。誰にあげんの、ちょっと。めっちゃ気になるんだけど。まさか、こいつ？まさかのこいつだった。くそ、まさかのな。さあ、帰ってきたぜ。トキワジムのリーダーが帰ってきたぞ。そうか。じゃあ、行きますか。お邪魔。来たぜ。さあ、何団のなんて人がジムリーダーなんですかね。あれ、こんだけ？おー、スミラのチャンピオン。トキワリーダーの、正体は俺にもわからん。ただ、バッジを7つ持ってるお前には挑戦の資格があるだろう。今までの誰よりも強い。地面タイプポケモンの使い手が集まってる。ちゅうことで、相棒で言ってもいいんですが、めんどくさいのでカオル子を先頭にして、もうちゃっちゃとね、戦闘終わらせましょう。アイテム落ちてるし。これ、微妙に無理だな。
さてやってきますかね。これめんどくさいな。なんかゲームボーイの時よりめんどくなってないかこれ。もういきますか。おお、意外とトレーナーの数が少なかったな。いきますか。これはこれはお初にお目にかかります。ペルシアン。ペルシアン、意外とあっさり出てきてくれたな。ペルちゃんに話しかけよう。かわいいな。これはなんだ。いちごとブルーベリーかな。どうも。これがジムリーダーですか。どや。どうも。ここは俺の隠れ家だ。ロケット団復活の日までこのジムで体勢を立て直すのだ。協力しますよ。しかし君に見つかってしまってはしょうがない。今度は手加減なしだ。では今一度最強のトレーナー榊の腕前を見よ。最強だったらチャンピオンになった方が早いんじゃねえか。さあ行きましょう。最後のジムリーダー戦ですね。まさかのロケット団の榊、行きましょう。主要ポケモンは4体、榊だけ。さあ行きましょう。出たー、ダグトリオ。行くぜカオルコ。 S は完全に負けてると思いますが、レベル的にはこっちは勝ってるので大丈夫でしょう。行くぜメガドレイン。来た地震で、これ耐えーので、でこっちはいただきまーす。はい終了。ダグトリオね、やっぱりあれなんだね、防御が弱いんだね。懐かしいな、レベル100まで頑張って育てたのにね。え、ポケモン対戦でカメックスの冷凍ビームに一撃で倒されたガキの頃を思い出すな。ニドキングか。ニドキングね、カオルコでも倒せるんですが、ここはねもう弱点で一気に攻めちゃいましょう。はいお疲れ様。行くぜシザー。どうだろう、 S はニドキングの方が早いのかな。あんまり重いってイメージがないけど、そしてニドキング意外とちっちゃいっていうね。行くぜ波乗り。一発でいけっかな。わざわざねクラブハンマーで行く必要はあったかも。どうだろう、シーザーもそんなに、ああまあまあまあレベル差があるからね、耐えてくれました。で多分ニドクイーンとサイドンだと思うんですよね、残りが。なのでニドクイーンはクラブハンマーで叩きのめしましょう。多分ニドキングよりね硬いモンスターなんで、ニドクイーンの方が。オッケー。あサイドンが先に出てきた。まあこのまま行ってもいいんですが、とりあえずねカオルコのレベルを上げておきましょう。完全に経験値稼ぎの場となっておりますが、ここが。はいカオルコ、またおやつの時間です。さあサイドン。サイドンもな、なんかこうやって見るとちっちゃいんだよな。だってウズドンとあまり変わんなくない。行くぜメガドレイン。はい一撃。ペルシアンは使ってくれないんだね、かわいそうに。はい回復どうもごちそうさんです。さあラスト、おレベルアップおめでとう。どうしようかな、四天王戦はどこまでレベル上げればいいんですかね。70ぐらいまで上げた方がいいのかな。はい北にドクイーン。はいチェンジチェンジ。もう出たり入ったり大変ですが、はい頼むぜシザー、ラスト決めておくれ。もう余裕ですな、レベル上げすぎましたねこりゃ。はいニドクイーンで、クラブハンマー。はいおしまい。オッケーナイス急所。最初の地震しか食らってねえんじゃねえか。そんなに激しくはねえぞ。8000円やったぜ。君の勝ちだ、今その証にグリーンバッジを渡そう。ありがとう。グリーンバッジさえあれば全てのポケモンが親が誰でもどんなにレベルが高くても言うことを聞く。じゃあそこのペルシアンの言うことも聞かせることができるってわけですね。君が一人前のトレーナーになった証だ。これでポケモンリーグに挑むことができる。
この技マシンはポケモンリーグへ挑め君へ選別だ。なんだ地震やったぜ。お、地面を強く揺らし敵に大ダメージを与える強力な技だ。あ、いなくなってるペルシアンが。俺が昔ここでポケモンジムをやってる時作ったものだ。このような負け方をしては部下たちに示しがつかない。ロケット団は本日をもって解散し3年後上都地方で復活する。そうですか。私はポケモンの修行を一からし直すつもりだ。ほう。いつの日かまた会おう。まあ3年後にね、うん、上都地方でミツっていうやつとね会うと思いますんで。はい、さらば。はい、多分オーダイルが相棒になってると思いますが。はいはい、まあ改心してよかったね。よかったな。緊張でヘトヘト。君は何もしてないよ。今回何もしてないよ。さて戻ろうぜ。あれ、あれ、くさ。無駄にくる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 やっちまいましたが、さてこれでついにポケモンリーグに挑むことができるわけですね。よっせ。じゃあ回復させてチャンピオンロードに行きたいと思います。お、おめでとうさん。それにしても全くびっくりしたぜ。まさかジムが隠れ家にされてたとは。よし、決めた。東京ジムが、俺が面倒を見る。いろいろ縛られたくねえから断ってきたけど覚悟決めたぜ。俺はジムリーダーになるよ。お、勝負したい。そりゃいいけど今ミツナが挑むべき相手は俺じゃないだろう。え、まさかそこのおじいさん。さて、いよいよポケモンリーグだな。ここから左に22番道路を抜ければすぐだぜ。四天王は強いがミツナ負けるなよ。ありがとう。ほう。じゃあハリアにとってあのこのトキワジムのリーダーはグリーンっていう感じなんだろうねきっとね。ゲットできんのかあいつ。あ、来ない。あ、来た。ミツナ。早くね？もう倒してきた？大丈夫？追いついた。俺もグリーンバッジ早かったな、おい。早いな。ものの2、3分で終わったぞ、こいつ。強えな。これでポケモンリーグに行ける。四天王はものすごく強いって聞いた。でも、行くしかないよな。ミツナはどのくらいの覚悟なんだ？来たぜ、行くぜ。どうだろう、ここでのハリアは6体になってるんでしょうか。4体。どうする気なんだこいつ。はい、ピチョット。じゃあ行くぞ相棒。さあ、レベル50か。まあまあですね。どうしようかな、なんか技があるから使っちゃいましょう。行くぜ。来たぜ、 VV ブレイク。敵は一発で死ぬ。ファイヤー。ドヤ。はい、ナイス急所。はい、一発、まあ、とりあえずね先手必勝ということで倒しました。ラフレシア、お、進化してるね。じゃあこっちもどうしようかな。フーコは事務戦で散々活躍してたんで金マナ行こうか。たまにはねいいとこ見せようぜ。って言ってもね金マナも赤地クシティでは大活躍しましたが久々の登場ですね。ドードリオ行きましょう。でっかいな、いかがらず小松。俺も使いたかったな久々に。ドリルっておくれー。オッケー。はい、終了。オッケー。で、ライチュウ来ました。ライチュウですね。ライチュウか、どうすっかな。電気がね、どうも。じゃあここ相棒出す。ちょっと不利な気がしますが行きましょう。さあ行くぜ。あ、で今更なんですけどなんかね相棒になんか特別な技を教えることができますよみたいなコメントをいただいてて、で別にそれを無視してたわけじゃなくって、あのですねレベルでなんとかこいつ覚えてくんないかなと思ってて、いろんな技をここまで育ててみてるんですがなかなか覚えてくれなくてですね、
まあ、最終的にはその相棒技っていうのよくわかんない特殊技なのかな、それを覚えさせてから四天王に挑みたいと思っております。なのでもう少々お待ちください。で雷が来る。耐えろ。あ、全然効かねえじゃん。あ、まひったよまひっちまったよ。なんだよ、そんなもんか雷で。おい、ちょっとハリア君、そういうことするトレーナーとは僕戦いたくないな。ちょっとね、しびれて動けないし。はい、脱皮脱皮脱皮。ダメか。ちょっとまさかね、薬を使ってくるね、卑怯なトレーナーだと思わなかったよ。ちょっと見損なったわ、ハリア君。はい、雷雷。水ポケモンね、入れて雨乞い覚えさせればいいのに。あ、天気ないのかな、初代だから。あ、どうした相棒、今日調子悪いな。あ、変えてきたわ。雷パンチ。雷パンチで落とせると思ったのかな。相棒頑張れ。どうした今日は調子悪いぞ。はい、せっか、あと一発あと一発。ちょっと満タンの薬にはびっくりしたな。よしよし、ちょっと鬼畜ですかね。頑張った相棒。うわ、マジか、せっかく覚えてやがった。まあでも満タンの薬使ってるからずるいよね。それはないな、それはねえよ。どうしようかな。まあ誰でもいいんだけど。じゃあカオルコで行こう。まあ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 、ぐちぐち言っててもしょうがない。とりあえずね、敵を打ちましょう。どうしよう、叩きつけていっか。雷よく当たりますね。でよくまひるな本当に。え、これ確定じゃないよねまひって。はい、オッケー。で、あとはなんだ、ラストラストなんだっけ。おお、ナイス、カオルコの方が脱皮使えるじゃん。ガラガラ、ラッキー、おやつの時間だカオルコおやつの時間が来たぞ。じゃあメガドレでいただきます。はい、あ、耐えた。ギガドレインはないのかな、覚えさせたいんだけどな、できれば。暴れる。まあ言うてね、そんなもんですよ。じゃあラストは葉っぱカッターでおしまいにしましょう。はい、終了でございます。 OK、 いいねいいね。そう、相棒死なせちゃったな。勝てないぜ、残念残念。そもそもの数が足りないんだよ君は。俺は密なのことを引っ張ってやらなきゃって小さい時から思ってた。あ、そんな知り合いだったのね。でもトレーナーの才能は密なのの方がずっとあると思うだろ。悔しいって気持ち初めてなんだ。それだけポケモンが楽しいってことかな。どうしてもまだ負けを、いやいやいや、君勝ったことないでしょ私に。ん、ここは先に行かせてくれ。君全部瀕死だけど。まあいいや、相棒ごめんよ、死なせちゃったよ。ああ、そんな元気大丈夫、にっこりスマイルってやってる場合じゃない気がするんだけど。ですよね。ちょっともう一回休んできます。ポケモントレーナーの頂点、ポケモンリーグ正面ゲート行きましょう。ついにここまで来ました。ジムバッジも8つ手に入ってます。行きましょう。来たー。これは意味あるのかいこのオブジェクトの意味は何なんだい。じゃあどうも。ここから先は本当に強いポケモントレーナーだけが通れます。おお、それは確かにグレーバッジ、グレーバッジを持ってるだけで強いのか。じゃあレベル15とかそこら辺で通れちゃうかな。あ、そっか、初代だからこれ一人一人やってくんだな、懐かしいな。お、金のズリの実、なんだそりゃ。はい、ブルーバッジ。オッケー。これあれか、やっぱり波乗りとか使っていかなきゃいけないパターンかな。これが、マチス、オレンジバッジ、マチス。あ、持ってるよ。どんだけみんなサインが欲しいんだよ。いらないよ。売ってあげるよ。メルカリに売ってやるわ、そんな。はい、金の7の実。ひたすらこれ金の実がいっぱい落ちてんだな。んで、ここは、レインボーバッジ、エリカですね。で、こっから波乗り、
これ草むらとかあるのかな。草むらはないけどアイテムがあった。草むらないけどね。あ、どんどんその金の実をいっぱいくれるんだね、ここはね。んで、ちょっと待ってね。はい、VV。何もないね。あ、なんか泳いでる。ニョロモが泳いでる。はい、ピンクバッチ。ニョロモがいる。ちょっと失礼。アイテムを取りたい。はい。ひたすら金の実。まあ、野生のポケモンはまた後で捕まえましょう。って言っても、だいぶ捕まえてはいるんですが。うおぉ、ニョロゾが出てきた。ゴールドバッジ。これ大丈夫かな、戦闘になんないかな。夏目さん、いいよね。で、コイキングもいる。なんかいっぱいいるな。おぉ、ニドリーノがいる。あ、ニドリーナか。お、タマタマがいる。待て。おい、タマ。待て。待て。お前は捕まえていない。さあ、捕まえましょう。リーフの石持ってたかな？持ってたら進化させちゃいましょう。ほっ！すごいな。どう見ても1個しか当ててないのに、他のね、玉も全部集まるのに。お、なかなかに。オッケー、捕まった。たまたま。たまたま。オッケー、2位おめでとう。レベル49。少しでもね、あのレベル上げとかないと、後のね、レベル上げが時間かかりそうなんで。たまたま、卵ポケモン。玉の一つ一つがお互いに引き合って回転している。6つでないと安定しないのだ。おー。これ顔微妙に違うんだよね。なんかドードリオンの顔みたいね。なんか微妙に違うっていう。オッケー。で、あ、とか、リーフの石あるけど、ちょっと使いたくねえな、まだ。カオルコに使いたいんだね。あ、はい、クリムゾンバッジ。オッケー。さあ、問題はこっからなんだよな。アイテムねえかな。落ちてないね。この無駄なスペースは何なんだろう。まあ、たまたまできたスペースなんだろうけど。さて。来たぜ。ここはチャンピオンロード、チャンピオンロードゲート、ポケモンリーグ。はい、グリーンバッジ。さあ、行こうぜ。来たー、チャンピオンロード。でもさ、このチャンピオンロードまで来た奴らってさ、みんな榊のこと知ってんだよね。なんかチャンピオン、初代のチャンピオンロードってさ、もう、BGM がさ、自転車のイメージがすごい強いんだよね。ずっとね、自転車に乗って行ってたんで。おお。初代より分かりやすい。まあ、映像が綺麗だからね。よりね、鮮明に表されてるんでしょうけど。さて、じゃあどんどん攻略していきますか。で、どこまで実況するか分かりませんが、これなんだ？これも押せんのか。さあ、来たぜ。最後の伝説ポケモン、ファイヤーですね。懐かしいな。ゲームボーイの時はね、一番捕まえやすかった伝説ポケモンではございましたが、果たして今回はどうなることやら、行きましょう。うお、近っ。熱いだろ、絶対に。さあ、行こうぜ。ファイヤー。睨みつけるを覚えるで有名なサンダー、フリーザーじゃなくてファイヤーですね。さあ、行きましょう。戦闘はもちろんシザーでございます。クラブハンマー行ったれ。エアスラ。ひるむなよ。結構食らったけど、お返しじゃん、ほらほら。やはりファイヤー、一番弱いか。お、でかい。さあ、捕まえるチャンスではございますが、スーパーボールは2個の割にハイパーボールが100個あったんで、今回は安心して捕まえることができるんじゃないかなと勝手に思っておりますが、果たして私の肩が、持つでしょうか。ああ、ああ、幸先悪いな、おい。ほっ、来た。まあ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 、そこはね、一発で捕まってもらっちゃ困りますよ。オッケー、意外とあっさり捕まった。さすがファイヤーですね。一番捕まりやすかったわ。
経験値も微妙に少ねえ。ファイヤー火炎ポケモン。夜空さえも赤くするほど激しく燃え上がる翼で羽ばたく伝説の鳥ポケモン。おー、はい特に感想を持たないっていうね。オッケー。ついたぜ、ポケモンリーグ。まあ、誰もいませんけどね。あ、どうした？相棒と一緒にポケモンリーグを見上げた。ここまで来たぜ。行くよ、頑張ろう、頼んだよ。どれがいいかね。まあ、行こうぜ。さあ行こう。石英高原。まあ誰かいるわけでもないだろうね。うん、ただ単にポケモンリーグでしょう。買い物は済んだ。回復は OK。 最後の踏ん張りどころだもん。万全の状態で挑まなきゃね。そりゃそうだ。お、君は？君ナッシー持てたら僕の自慢のナッシーと。ああ、あれか、アローラナッシーとってことか。ごめんね、まだ進化させてないんですよね。よし、ポケモンリーグ四天王は4人続けて勝負するルールだ。負けたら1人目からやり直しになる。知ってます。1人目の四天王に勝つことさえできない。これがポケモンリーグ最高レベルの戦い。やっぱレベル上げしとかないとね。どうも。みんな私のことを マダムメモリアル。きた。はい、ハートの鱗持ってるけど、まあいいや、とりあえずそれはまた後でやります。とりあえず回復して今回は終わりにしておこう。うん、いやー、ついにここまで来たか。疲れたわなんか地味にね、このチャンピオンロード戦がね長かったんでね、トレーナーがいっぱいいて、いやー疲れた疲れた。 OK、 じゃああとそこのお姉さんに話しかけて終わりにしましょう。この先は四天王と一人ずつ戦うの。もし勝てたらドアが開いて奥の部屋に進める。はい、というわけでとりあえずは今回ね、ここまでにしておきたいと思います。次回ポケモンリーグ挑んでいくんですが、四天王戦だけで、その次がチャンピオン戦になるので、おそらく残り2パートで終わってしまうと思います。まあ今までのねポケモンの実況シリーズに比べると短いシリーズになったのかなと思います。まあ詳しくはね最終回の時にお話ししようと思います。ツイッターとブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。次回いよいよ四天王戦のスタートです。